山田義彦は、日本の海洋問題研究家、経済学博士、東海大学海洋学部教授。東海大学静岡キャンパス長兼務、東海大学沖縄地域研究センター、所長千葉県出身。千葉県立桜高等学校、学習院大学経済学部大学時代は、陸上競技部に所属し、桜高校在学時は、小出義雄の指導を受けている。 1986年3月に同大学を卒業後、同年4月東洋新宅銀行に入校。その後、1991年に日本船舶振興会へ移籍。海洋船舶部長、海洋グループ長などを勤務の傍ら、2003年、多摩大学大学院経営情報学研究科修士課程、2008年、埼玉大学大学院経済科学研究科博士、 家庭終了。2003年5月、日本財団が船の科学館にて、北朝鮮工作船の一般公開を行った際に、企画、運営の責任者を務める。2008年に、東海大学海洋学部准教授に就任。翌年、2009年に教授へ昇進し2010年から、同大学海洋学部海洋文明学科主任教授。 公益財団法人国家基本問題研究所理事。2011年に国土交通省海洋政策懇談会員に就任。2019年より東海大学静岡キャンパス庁。1999年第3回海洋文学大賞日本海事広報協会主催にて海賊マラッカの風の中でで加作入選し。 2014年には海洋問題の研究により第15回正論新風賞を受賞。ありがとうございます。